アロハ、ようやく、500人、1年と1ヶ月かかりましたが、ようやく500人行きました。ありがとうございます。頑張ります。1000人行くように、応援よろしくお願いします。今回はデボルトの腰袋を買いました。フレーム用です。フレーミングだから、まあこういうちょっと大きいあのハンマーをかけて、まあこういったネイルガン、釘を彫り込んで、そしてまあね、チョークラインとかスクエアとかバールとか、まあスケール、この腰袋をして、まあこういったガンでこういうの持って上上がって家を建てていきます。こっちはまあ 2×4 ですが、現場で組み立てるんで、こっちは買いました。まあどんな感じか早速見ていきましょう。せっかくなので、まだこういったタグをつけっぱなしで紹介しようと思います。まあ15ポケット、まあちっちゃい、こういうねちっちゃいポケットも入れて15ってことですね。でまあいいのはこのハンドル、こういったハンドルがついてるんで、まあ僕の前のやつもこうついてるんですが、持ち運びに便利です。まあこうやって引っ掛けておくこともできるしね、まあそれで僕は好きです。でまあちょっとこういった感じで、まあ掘り込めるよ道具がって感じで書いてます。まあそれにちょっと似た感じでこうスケールこれだから、こういった感じでついてます。デボルトのやつよりね、結構こんなん言ったらあれやけど、こう何ちゅうかな、横からこうなんかこの黄色いのが出っ張っとって、なんやろね、わかるでしょう、この黄色いの出っ張ってるから、これよりもこっちのミルウォーキーミルウォーキー推しですが、こっちの方が結構見えますかね、何も出っ張ってないからかけやすいですね。うん、そしてまあポケットこういろいろあって、まあこういったちょっと僕も老眼がひどいんで、こういった電気を差し取ったりすることができます。そしてまあこれは日本で買ったちょっとしたノコギリですね。まあここにちょっとポケット、もしあれやったらちょっと釘とかビス入れておいてもいいしって感じです。そしてまあハンマーですね、ここハンマーが入れるようになってます。そしてここやな、プレミアムラダーはまあいい革使ってるよって、まあこれ持ち運びやね。そしてまあそんな感じかな。まあ腰袋なんで、まあここね間にこう隙間があるんですよ。でこれがこうさせるようになってます。でまあこっち横に鉛筆、まあ2つ穴があって、でここにもちょっと幅が広いやつがありますね。でまあこれいつもどうしようかなと思ってるチョークラインなんですが、こういった素敵なポケットがあります。まあこれで散らばってもいいかなと。でまあ釘、ここはまあすごく広いですね、だからインパクトとかも入ると思う。うん、入るでしょう、間違いないです。うん、それとまあ手前にちょっとこういったね、何かあった時のためにちょっと長いビス取り込んどいたりできます。でまあバールは絵描いとったから、あまり重たくなるんで普段は刺さないです。そしてまあこれはね便利よくて、これは何やろ、角度ここまあ緩めて、そしてこう出てくるんですよ。そしてこう伸びる、うん、でここ閉めたらこう角度合わせて
でここギュッと締めて、線引いて木切ったり、そのアングル、まあ屋根とかもそうやけど、うん、そういった感じでちょっとまあ階段とかそういったものをやるときに便利です。それでは腰袋を、つけたいと思います。まあこれローズホームセンターみたいな感じのローズっていうのがあるんですが、そこで買ったんですが、散々買う前につけたんで、サイズもなんとかいけます。お酒をやめたんでね、ちょっと痩せて、あれなんですが、なんとかこっちサイズのものも大丈夫ですね。まあベルトはこんな感じ、バックル2つ留めて、そしてここに差し込んでおけるから便利ですね。見えてるかな、うん、そしてまあこういった釘で、ここに刺して、まあこんな感じですね。ちょっとカメラ近いかな。さあ今日はそういうわけで、デボルトの腰袋を、まあフレーミング用ですが、紹介させていただきました。もしよろしければ、こっちのカートが気になったら、サムライ大工チャンネルっていうのもやっています。よろしければそちらも見てください。どうもありがとうございました。マハロー。